どうも、辰巳です。私、今ね、ダイエットをしておりまして、まあそんな太りすぎているわけじゃないんですけども、割とポチャっとした体型だったんで、それをダイエットしようという感じで、1ヶ月2キロ落とすっていうダイエットをやっております。それでまあいろんなダイエットをやってきたんですけども、今日はですね、糖質に着目して、ダイエット食品をちょっと紹介していきたいと思います。そして、作っていきたいと思います。糖質を制限したのパンがあるというふうに私聞きまして、コメントがあったんです。ブランパン、これね、ブランパンっていうの僕存在を知らなかったんですけど、どうやらこちらね、糖質がだいぶ制限されていると。ちなみにそのブランパンっていうのはこちらでございます。こちらがブランパンです。糖質が 2.3、 これ結構少ないですね。でカロリーが64と、カロリーはまあでもどうなんですかね、まあ普通ぐらいだと思います。ただ糖質がだいぶ制限されていると。太る原因は結構糖質にあるらしくて、で一応今回はカロリーを1個置いといて、まあでもそんなに取りすぎてないんでね、大丈夫だと思うんですけども、糖質に着目して、でこのブランパンを食べてレビューで、さらにちょっとアレンジをするっていうことをやっていきたいと思います。でこれとね、アレンジするっていうことなんですけども、やっぱりね、これパンだけ食っても絶対美味しくないんですよ、パサパサしてね。だから私はこのパンの間に何を挟むって考えた時に、今日はこれを挟んでみたいと思います。こちらです。唐揚げくんです。と思うかもしれないじゃないですか。なんとこの唐揚げくん、かなり低糖質らしいんですよ。糖質が少ないと、だいたいその糖質っていうのは衣の厚さで決まるらしく、この唐揚げくんっていうのは衣が薄いらしいんですよ。つまり糖質が低いというわけですね。なのでこの2つでダイエット食品を作ってみたいと思います。まあ挟むだけなんだけどね。ちなみになんですけども、こちらからマヨネーズ、ごま油、オリーブオイル、これもね、糖質がだいぶないらしく、この油に至っては糖質はゼロなんですよ。だから今回に関してはこれはつけていいと。でも、まあ、驚きなのはマヨネーズも糖質が低いらしいです。ちなみにケチャップはもう NG、 からしマスタードも NG らしいです。糖質結構高めらしいですよ。皆さんお気をつけて、まあ、ひとまずこれで作っていきたいと思います。このブラウン、香りでも普通のパンですね。別にこれといって、柔らかさもふわっとしていて、別にこれ何が違うんだっていう気持ちですけどね。これに唐揚げくんを入れる。そりゃ。はい、ひとまずこれで。じゃあ、これをノーマルにして。テカってますね。テカってる。というわけで、あっという間の完成。これで痩せるぞ。これは唐揚げくんだけのやつなんで、まずブランパンの味がどういうものかっていうのをちょっと言ってみたいと思います。ん?なんだこれ、舌触りがすごくあるパンですね。なんか常になんか舌がザラってするようなパンで、ただすごく柔らかくって美味しいと思います。でもこれだけで食うっていうのはあまりにも淡白な気がします。今度は唐揚げくんも混ぜて。ちなみにこれレッドです。レッドなんでピリッとして美味しいですね。ただこれすっげえ喉乾きますね。唐揚げくんも割とパサパサしてる方のお肉なんで、パサパサしたパンとパサパサした唐揚げくんなんで食べ応えはありますね。ただ水がやっぱちょっと欲しい。乾いてる。次はマヨネーズ入り唐揚げくんブランパンです。あ、マヨネーズのパワーすごい。これで、ね、めちゃめちゃうまくなった。しかも唐揚げくんとの相性が抜群すぎて、でマヨネーズとこのレッドなんですけども、この辛みがピリッと相まってすごく美味しい。これはね、相当ありですね。これ暫定1位。めっちゃうまいこれ。ちょっとマヨネーズかけよう。カロリーは高いけど糖質はだいぶ制限されています。お、いや、マヨ入れたら断然違う。うまっ。はい、というわけで食べていきました。ブランパンと唐揚げくんを挟んで食べるというダイエットレシピでございました。まあダイエットレシピっていうほどのものではないんですけども、うん、これって結構まあ食べ応えはあるんで、まあちょっとした昼食でもできるんじゃないかなって僕は思いました。まあいろんなのをね、試した上で、やっぱりね、マヨネーズと唐揚げくんとブランパンの組み合わせが一番美味しかったです。ダイエットとしては効果的な気がします。やっぱりね、マヨネーズって最強なんですよ。本当に何かけても美味しい。皆さん、道端に生えている葉っぱにマヨネーズかけて食べてください。きっとそれも美味しいよ。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube
YouTube の方もチャンネル登録お願いします。